ロベルト・ハルティングはドイツの陸上競技選手、専門は円盤投げ。ベルリン、テグの世界選手権、2012年ロンドンオリンピックの金メダリスト、コトブス出身。ハルティングは2001年世界ユース陸上競技選手権大会で銀メダルを獲得。翌2002年の世界ジュニア陸上競技選手権大会は予選敗退の結果に終わっている。 その後2005年の23歳以下ヨーロッパ選手権で優勝した。2006年にヨーロッパ陸上競技選手権大会以降シニア大会に出場し始めた。この時のハルティングの成績は 59m87、予選ビーク見事となり決勝進出を逃している。2007年、ハルティングは6月に自己記録を 66m93 まで更新。 8月の世界陸上競技選手権大会に出場、決勝の5投目に6 6ル6 8を記録して、ゲルド・カンテルに次ぐ2位に入り銀メダルを獲得した。ハルティングはこの年の IAAF ワールドアスレチックファイナルで4位に入った。2008年、ハルティングは6月にカウナスで行われた競技会で6 8ル6 5を記録。 その後8月の北京オリンピックで 67m09 を記録し4位に入った。9月の IAAF ワールドアスレチックファイナルは3位だった。2009年8月の世界陸上競技選手権大会でハルティングは5投目までを終えて2位、69m15 を記録したピョートル・マワホフスキーが首位に立っていた。6投目の最終投を控え、ハルティングが逆転するためには、 自己記録を更新する投てきが必要だった。ここで 69m43 を記録して首位に踊り出ると、マワホフスキーの6投目は及ばず、ハルティングは世界選手権優勝を飾った。2010年、ハルティングは7月のドイツ選手権では 68m67 を記録して優勝を飾った。同選手権は2007年から2011年まで5連覇している。 続く、ヨーロッパ陸上競技選手権大会は6 8ル4 7を記録したが、マワホフスキーに敗れて2位。9月の IAAF コンチネンタルカップは6 6ル8 5を記録して優勝を飾った。またハルティングはこの年に始まった IAAF ダイヤモンドリーグの上海ローマチューリッヒに出場。このうちチューリッヒでは、 マワホフスキーを抑えて優勝を飾った。2011年8月世界選手権優勝時2011年8月、ハルティングは世界陸上競技選手権大会決勝で1投目から68メートル49を投げて首位に立つと4投目に68メートル97へ記録を伸ばしゲルドカンテル以下を抑えて優勝。2大会連続で世界選手権金メダリストに輝いた。 2014年ヨーロッパ選手権では、雨天の中3投目で 66m07 を投げ、優勝を決めた。ハルティングは SCC ベルリンに所属し、かつてウルフ・ティンマーマンのコーチであったベルナ・ゴールドマンの指導を受けている。自己記録は2012年5月にチェコのトゥルノフで行われた、競技会で記録した 70m66。優勝するたびにトラックでユニフォームのシャツを破いて、 上半身裸になるというパフォーマンスをすることで知られ、弟のクリストフ・ハルティングも2016年、リオデジャネイロオリンピックの陸上競技の男子円盤投げで金メダルを獲得している。ありがとうございます。